こんにちは。まさたかです。この番組は、現役のエンジニアが最新テクノロジーのトレンドを語っていく、聞くだけでちょっとギークになれる、そんな番組となっております。今日はですね、テクノロジーでモチベーションは作れるのかというテーマでお話をしたいと思います。というのもですね、これは、えっと、僕自身もですね、最近ずっと考えていることで、ちょっとあの頭の中がまとめきれてなかったので、ちょっと えとここで話をしてですねアウトプットしながら、えー、まとめていきたいなというふうに思ったので、えー、今日はこのテーマにしましたえっ、ー、と、まあ、テレワークが進んでですねあのまあいろんな問題が可視化してきているんですよね最近あのテレワークやってるとやっぱこういう問題が出てくるよねみたいなでその中でまあよく言われていることなんですけどもえっ、ー、とやっぱモチベーション、うん、社員のモチベーションがどうしても低下してしまうみたいなことが、えー その問題点として多く上がっているのかなというふうに思っています。でそのモチベーションってじゃあどうやって、えー、保っていくのかもしくは作っていくのかというところで、まあ、やっぱりここも、えー、とテクノロジーで何とかな,ならないのかなというところをちょっとずっとこう最近考えていてですね、えーとまあ、モチベーションってそもそもどういった時に生まれるのかっていう話なんですけども、えー、と皆さんどうですかね えー、モチベーションが上がる時とかって、えー、僕は思うのはやっぱり、えー、と人から、えー、と認められたりすることがやっぱり一番結局モチベーションになるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、当然その自分のねあのやっている仕事が、えーまあ、難易度ってのがあると思うんですけどもその難易度の高いものをこなしていって、まあ、成果が出た時は、まあ、やっぱり嬉しいですよね。うん、なんですが、まあ、やっぱりそこでののね自己満は結構。 大事だと思うんですけども、やっぱり人からの評価っていうのが、うん、結局モチベーションにつながるんじゃないかなと僕は思ってますまああまりねあのこういうことってあんまり人に言われてもんですよ、うん、人からその褒められたいとかっていうことはあんまり人は言わないんですけどもやっぱりそこは、うん、人からの評価っていうのが仕事のモチベーションになってるのは間違いないのかなというふうに思いますでじゃあデレワークになった時にこれが何が問題になるかというと えとまあ、やっぱ人と接するうんと回数というのがやっぱりリアルだとですね、あのーまあ、すれ違うざまになんか話になったりとかし,してその中で、えーまあ、自分の知識を、えー、話をして「あやっぱさすがだねうんさすがだね」みたいなとことを言われてですね、まあ、それが何かモチベーションになっちゃってる人っていると思うんですよね。うん、でいるじゃないですか社内で結構あのあの困ってる人を助すぐ助けたがる人とかいると思うんですけども。やっぱ うん、それは、まあ、自分のモチベーションを、えー、保ちたい、うん、やっぱり人から、えー、とありがとうって褒められたりとかすると、やっぱりモチベーション上がるので、まあ、そういったところであのリアルに、えー、出社している人は、えー、その辺が結構です、ね、モチベーションになっている人は多いかなというふうに思います。で、その中ですね、まあ、テレワークになってですね、えーまあ、何か用がない限りは、チャットとかしないわけですよ。うん、なので、まあ 接する世界は、まあ、接することがなかなかね少なくなってしまうというところがまず一つ大きな問題点なのかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、じゃあどうすればいいのかというところなんですけども、えっ、ー、と、っ問題点があった場合にその問題点を気軽に挙げられる場を作ってあげることがすごい大事かなと思います。で、えっ、ー、と、ね、あの、 その助けたいって思ってる人は、まあ、そういうとこから、あ、こういうことが困ってるんだっていうのが分かってですね。で、えじゃあこういうことしたらどうっていうアドバイスをし,してあげたりとか。で、まあ、そういった中で、えーまあ、問題解決するっていうところの、えーまあ、ソリューションみたいなのは、まあ、テクノロジーでなんとかなりますよねというところですね。えー、まあ、普通に、えー、そのお困り用の、そのチームチャンネルみたいな、Slack でも Teams でもいいんですけども、えー、そういうスレッドを作ってですね、まあ、そこで、えー、みんなにざっくばらんにあげてもらうと。で 誰か、そこが解決できて、そな人が解決していくみたいな形でやっていく。で、あの、やっぱそういうやり取りの中で、モチベーションが生まれてくるのかなというふうに思います。で、さらに、やっぱそ、いいのがあの、そういったデジタル化して、その課題とその、その課題を解決する方法みたいなのを、そのやり取りをみんなに見てもらうっていうのも非常にいいかなと思うんですよね。で、やっぱり今まででローカルで。 そのね、人が人を助けてきて社内でもあるじゃないですかやっぱりあのローカルで助けてあげてでそれ結局そのノウハウがあまりまだ、えー、と広まらずにまた同じようなことで悩んでっていう人が結構いると思うんですよ、うん、まあいわゆるそのノウハウとかまあナレッジ化みたいなことを言いますけどもそういったことが、えー、やっぱテールワークにやるとそのデジタルオンラインでやることになるので絶対デジタル資産になるんですね、うん、なのでそれ がまあ一応そのノウハウとかにそのままなっていくので、まあ、これはまテクノロジーというか、まあそのオンライン化することによってですね、非常にいいのかなと思います。で、僕非常にこれの中で大事かなと思っていることが一つあってですね、えー、とやり取りをする中でですね、やっぱあのフィードバックフィードバックが多くある方がモチベーション的に非常に上がってくると思うんですよね。 なんでえっ、ー、とあと何だろうなモチベーションが上がる中でそのフィードバックというのもあるんですがえっ、ー、とすごくいいなと思うのがその「いいね」とかですねあのあと「ありがとう」みたいなステッカーを送ったりとかすることがなんか増えたと思っているんですよねでそれってあの僕の中ではすごくモチベーションにつながってるんですよであのなかなかその話して、ね、その話の中で いいねをもらったりととかすることってまあ SNS の中ではあると思うんですけどそのリアルの、えー、社内の同僚の関係でいいねをもらうことってまあんだろうな、まあ、社内同士で Facebook やったりとかする場合はまああるとは思うんですけども、えー、まあ全体社会社全体でそういうことをやることってなかなかないと思います。でその中で、えー、と助かったみたいな感じでありがとうっていうフィードバックが簡単にもらえるような仕組み、うん、今の,そのオンラインでやって チャットなので、えっ、ー、と、なんかそのいいねとかする人って少なかったりとかする組織ってあったりすると思うんですけど、僕はこれを、えー、積極的にやっていくっていうことは非常に大事かなと思います。うんまあ、こういったことでそのモチベーションを上げたりとかするってことが結局、まあそういう、そんな簡単なことなんですよね、うん。フィードバック回数を多くするっていうところが、 フィ、まあ、ードバックを見える化するっていうところと回数を増やすっていうところで、えー、僕は簡単に結構モチベーションっていうのは、えー、と保てることができるのかなと思いました、まあ、テレワークをしている人って、えー、多分モチベーション下がったなっていう人おそらくなんですけどその接する回数が、えー、非常に減っていると思うんですね、うん、でかつ、えー、と誰がどういうやり取りをしているか見える化できてないっていう状況 うん、そういったことによってモチベーションが下がってるんじゃないかなと僕は予想していますけどどうでしょうかね。はい。なのでまあそういったことは結構そのテクノロジーを、えー、使うプラスですね、えー、と使い方、うん、使い方をルール付けするっていうのはまあ非常に大事かなと思ってます。はい。まあそういうことって結構あのー、上の人間がちゃんと、えー、示してやってあげないとなかなかねあのー、下の人は 多く,の多くいる下の人は、えー、なかなかその使い方にできてなっていかないっていうのがあるのでまあこれを聞いて、まあ、リーダー格の人とかはですね、えー、ぜひですね、えー、積極的にその悩みとかがあったら全部あげてくれとで、えー、なんか解決してくれたりとかなんか、えー、素晴らしい動きをしてくれた人にはですね、えー、まあ絶賛すると。うん でみんなにもその、えー、いいねとかを押すことを、えー、と積極的に進めていくみたいな形も非常に大事かなというか、えー、重要なことかと思います。うん、まあモチベーションって、ね、もうなんかすごい難しいですよね。人それぞれそのモチベーションの、えー、なんか持ち方とか違うので、えー、難しいとはかん思うんですけどもやっぱこういったことだけ、うん、見える化をする、えー、フィードバックの回数を増やす。それだけで えー、結構簡単に、えー、モチベーションって保てちゃうのかなと、えー、最近思ってるのでちょっと、まあ、そんな話を今日はちょっとまとめてみました。えーまあ、皆さんの中でもですね、えーまあえー、そのテレワークしていて、まあ、こうやったらモチベーション上がったっていうやり方いろいろあると思うんですけども、うん、やっぱどそういったことは、まあ、これからどん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 重要になっていくっていう、えー、ことだと僕は思ってますのでまああの そういったこともですね、皆さん発信していただけると大変助かるので、ぜひですね、教えてもらえればというふうに思います。はい。はい。ってことはですね、今日は、ちょっとまとまらなかったんですけども、テクノロジーでモチベーションは作れるのかという内容でですね、ちょっとお話をさせていただきました。はい。まあ、ちょっとでも参考になったらですね、非常に嬉しいです。はい。また聞いてください。それでは。